カラバンチェルは、スペイン、マドリードの区。かつてカラバンチェルアルトと、カラバンチェルバホという二つの自治体があった。フランス工房となった、エウヘニアデモンティホは二つの自治体内に、多くの土地を所有しており、後に、教育の場として、使うようカトリックの修道会へ寄進した。1948年に二つともマドリードに、編入され、一つにまとめられカラバンチェルクとなった。 その後カラバンチェルは再編され、ラティーナ区が分離した。南をレガネス、ラティーナ、ウセラ、アルガンスエラと接している。7つの地区で構成されている。かつてのカラバンチェルはマドリード向けのヒヨコ豆を生産し出荷していた。ヒヨコ豆はカスティーリャ地方の料理である、煮込み料理コシードに欠かせない素材である。また、交通のハブであったためキャラバンから派生したという。 説もある。しかし多くの人々は、ひよこ豆栽培に適した、肥沃な土地であったことから、石の土地が語源であるという説を好む。1944年に開設された、カラバンチェル刑務所は、フランコ独裁時代には、政治犯が多く収容されていた。1998年に閉鎖後、2008年に残っていた施設が壊された。公共施設やアパート、 病院が建設される予定である。人口の23%が外国出身の移民である。マドリード市内最大の移民人口を抱える。最も多いのが人口1万3000人を超えるエクアドル人、ついでルーマニア人である。ありがとうございます。